1000回やったのが去年の確か秋でしたよね。だからもう結構、時間がだいぶ経ってしまったんですけども、なかなか冬の間はちょっと動きが取れないんで、春になってからやろうねということで今日来ました。ありがとうございます。1曲目はですね、ディジー・ガリスピンの曲なんですけども、バックスワークスっていう曲で、どういう意味かって、英語の知ってる人に聞いたんだけど、アメリカ人に言ってたなんかの、なんかまあ、ディジー・ガリスピンって、まあ、いわゆるモダンジャズという呼ばれた、走りの人ですよね。40年代ですか、40年代の後半ぐらいですよね。この頃の、曲です。ワックスワックスをお送りいたしました。で、僕たちはこのようにモダンジャズと言われている、ジャンルのジャズからとスイングですとか、まあ、デキシーっぽいのとか、まあ、いろんなのを、やるように、心がけております。で、次の曲はですね、これはよくダンスなんかでも使われる曲なんですけども、ジャンプとするで何なんでしょうかね。ポピュラーになるんじゃないのかなと思うんだけども、ブルーベリーの赤いバラという曲です。
Close Days for Blu-ray デビューをいたしました。僕たちですね、今回もしかして初めて僕たちの演奏を聞かれる方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。僕たちはですね、もう結成からですね、もう20年ぐらい経ってますね。まあ、この顔ぶれ見ても分かる通りですね、もうだいぶ、時間が経ってしまった、こういう連中がやっております。もう発足の場所がですね、この柴田なんですよね。柴田で、当時そうですね、高校柴田の某高校生の、部活をやってたですね、なんかもっとやりたいなということで、始めたのが、このバンドなんですよね。まあ残念ながらと言いますか、その当時から、残っている、メンバーは僕一人になってしまったんですけどもね、皆さんそれぞれ卒業されて、まだ生きてますから大丈夫です。では、次の曲ですね。僕たちこのように、いろんなスタンダードから、いろんな曲をやってるんですけども、時々ですね、オリジナルの曲も、やっております。次の曲はですね、うちのサックス、松浦が、のオリジナルの曲をお送りいたします。秋葉公園の木という曲です。
松田さんの、オリジナル、秋葉公駅という、秋葉公駅ってのはニーツですよね。ニーツの秋葉公園の企業を今作戦ですかね、はい、なんかあの作った時のどういう状況で作ったかちょっと説明してください。あ、これあの秋葉公園昔景色が良かったんですよね。今ね木が大きくなりすぎて全然見えなくなったんで、なんとかこの木をなんとかしてもらいたいなっていう気持ち要は木を切ってほしいというこういう演曲だそうです。ジャズっていうとですね、まあ、いろんなところで使われてるんですけども、あの 映画のタイトルになった、まあ、最近これ3月10日に見られた、映画なんですけども、坂道のアポロンってちょっと聞いたことある方いらっしゃいます？いらっしゃいます？あのね、もともとはあのアニメじゃなくてコミックか、あの漫画のなんですけども、それが、アニメになって、まあ、それがまた、有名になって、この間3月10日にですね、あのジャニーズの、知念優里さんでしたっけ、この方があの主役で、今昨日ね検索したらねもう終わってました。残念ただあのアニメはあの DVD とかであの出てると思いますので、まあ、皆さんあの興味がおありになる方はですね、あの借りて見てもらうと思います。結構面白かったですよ。あのストーリーはですね、まあ、ネタバレしない程度のストーリーですとですね、あの、西見薫っていうね、高校生がありました。この方は、横浜生まれです。で、まあ病院のねボンボンだったんですよね。でこの病院 のお父さんが亡くなって、これで長崎に引っ越しました。でそこの長崎の高校に、暴れん坊のね不良のねあの川口仙太郎っていう男がいたんですね。でかい体つきの男、結構乱暴者で不良って言われてたんですけども、この人ひょんなところから、ね、ところで知り合ってですね、あのこの仙太郎がね孤独になるとドラム叩いたんですね。あのドラムを叩いて、こうなんていうかな、発散させたっていうかね、そういう生活を送ってたんです。で、ここに、知り合いになりまして、で、ピアノ、この方はね、あの西見薫っていうのはね、まあ、ボンボンでクラシックのピアノを一生懸命やってたんですよね。で、まあ、お前ピアノ弾くんだったら何か弾けるだろうって言ってクラシック弾いて、いやそれクラシックじゃジャズじゃないとかって言われて、じゃあ、じゃあ俺が弾いてやるって言ってね、このドラマがね1曲だけ弾ける、あテーマメロディーだよね、テーマだけ弾ける曲があったんです。これがモーニング、この曲だったりフィルだったり、これあの今有名な曲なんですけどね、ここから物語が、スタートします。で、まあ、これあのこの2人の友情を育んだあの青春映画ですね。物語舞台がですね昭和の40年代、昭和40年代ですから、ちょうど今の団塊の世代の方が、あのそうですね、青春時代高校生、大学生の頃ですね、この頃の物語なんで、ご年配の方は、昔を思い出しながらあの見れるんじゃないかなと思います。中のね、演奏自体もねとて もういい演奏がいっぱい入ってますんで、もし興味の終わり方はあの坂道のアポロということで、スタイヤさんとかね、あのいろんなところに行って、見ればいいんじゃないでしょうか。それではこの中の、テーマになった曲です。モーニングをお送りいたします。
皆さんお待ちかねの、ボーカルの登場です。はい、じゃあケイちゃんどうぞ。最初の歌は I'm beginning to see the light. It's all for you. なりました。お元気でしたか。
OK。 お元気でしたか？お元気でしたか？また足りないエネルギーが、私もエネルギー足りなくなります。お元気ですか？Thank you。 あんまり自分も元気になるとなんかどこか外れちゃうんですよ、ここで。じゃあ次の曲もちょっとアップテンポで、まあ、これ最初私が歌った時にちょっとあのスローテンポで、なんか速いテンポもいいかなと思ってたんですけど、私リーダーに無理やりお願いします速くしてくださいっていう、あの次の曲、この曲すごく大好きなんです。皆さんもあの聞いたことあると思います。私の大好きな父、亡くなった父のちょっと印象があって、その時歌ってくれたんだけど、知らん顔してたんだけど、今好きになりました。この曲、この曲歌うたびに父を思い出します。あのなんていうかな、一生懸命教えてくれたんですよね、この曲を。だからそこに座ってる感じかなって。聞いてね、お父さん。 OK。 I wanna give you マニアナとカルナバル。どうぞ。I'm so sorry.
スローでもすごく良かったんですけど、何かちょっと思い出しながらあの時は歌ったんだけど、今回はどうしても早くしてほしいなって受けたんでしょうか。このアレンジでも大丈夫ですか。 OK、 Thank you so much リーダー、ありがとうございます。よかった、苦労した甲斐がありましたね。よかった、気に入っていただいて安心しました。 OK、 それではですね、なんかあまりにも早く歌うと私終わっちゃうんで、ちょっとお話ししたいなと思っているんです。どうでしょうか、ちょっと伸ばしてもいいかな。いいから、いいの。やっぱり皆さんの都合があるから。この、時間も決められてるから、あんまりね、おしゃべりすぎるなると今度からコンサートできなくなっちゃうから、だからちょっと控えめに。ですね、やっぱり新潟に来てだいぶにちょうど 2年になったかな。2年、まだ2年ですよ。まだ2年です。私もともと会社員だったんです。あの、なんだったっけ、鉄の仕事をやってたんだけど、まさか新潟に来て歌おうと思ってませんでした。そしてまさか素晴らしいお客様に応援していただけるというの、この真ん中でこういう洋服を着るのも何年ぶりで、何十年ぶりでしょう。10年ぶりかな。だってもう会社に勤めて10年間だから、ずっとこういう格好はしなかったんですよね。だから今日久しぶりにこういう格好してて、なんか気持ち悪い。なんか慣れてませんもん。だけどやっぱりジャズ歌うというのも、まあ、格好をつけるだけじゃなくて、やっぱり洋服で自分の今日の一日決められるみたいで、今日本当にいつもの私じゃないんです。動けないんです。本当でジョインしなきゃいけないと思いながら動けないんです。でも結局私が示す、あのリクエストしたんです、白い洋服を着ましょうって。でわざわざこういうの白い上着をね、外しましょう。ね、でも自分もこういう白いのも本当にお似合いですか。お似合い言われてありがとうございます。だけれどもはっきり言って動けません。なんかあのバービー人形みたいになって、Thank you. Oh, I love that word. その言葉は大好き。もう一度聞きたいな。OK. あんまり喋りすぎると良くないから、じゃあ次の曲を行ってみましょうか。次はですね、スローテンポ。だけど、この曲を歌いたいっていうのが、気持ちがいい時に歌いたいっていう曲ですね。曲名も、気持ちがいいっていう曲名なんですけど、 In English Feeling Good。 Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you knowBreeze drifting on by, you know how I feel. It's a new day, it's a new night, it's a new life for me, and I'm feeling good.You know how I feel. Blossom on
Sometimes the things I do
それではですね、少しあの休憩をいただいて、また、後半のステージにお送りしたいと思います。それでは10分ほどあの休憩を頂戴したいと思います。20時5分頃からですね、2部のステージを、開始したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。